雪の中足棒にして歩いてポスター貼ってくれますと。おしばれやんって言われるんでしょうけど、無理なんですよ。正義感とか使命感が突き上げるんですよ、僕のこの行動をね。だから皆さんはもう議員として当選しているので、ちょっと大人の対応してほしいなっていうことです。僕そこを一番気にしてるのはそこなんですよ。 NHK の被害者とうちの党に協力したいけどなかなか経済的に厳しい人をどう救っていくのかがずっと頭にあるので、だからその伊藤君の話だって彼はなんだろう、ちょっと人と付き合う能力って非常に低いけども、まあ、少なくとも僕の言うことを聞かなかったことは一度もないし、一応彼が一番うちの党の古株なんで、最初に集金人の録画をして YouTube に上げたのは伊藤君だし、 YouTube の課金に成功したのも伊藤君だし、どんなにチャンネル潰されてもなんとか YouTube で課金できるようになってるのも伊藤君だし、ずっと無料でねボランティアで何年もシールの発送とか、昔で言ったらその安心保険とかそういうところから伊藤君がずっとやってくれてたことを僕は知ってるので、彼に対してこう感謝することはあってもね、だからちょっとね伊藤君が今若干そのしんどい状況になってるのは僕も分かってるけど、そこはみんな大人やからちゃんとしてあげてよ。そうそう、だから俺に言ってくれたらいいのよ。だから伊藤君に言うから伊藤君がパニック起こすんじゃん。彼は真面目に言われたことは絶対やるから。だから彼の扱い方っていうことを、扱い方って失礼やけど、彼に対してそのどういう業務を発注してっていうか、どういうのをお願いするのかっていうのは特別な配慮がいるの。みんなその1言えば10分かる人じゃないの。10言ってやっと理解してくれる人がいっぱいいるから、そのあまりこう伊藤君をこう責めるのはもう普通にありがとう。まあ そんな感じなんですよ。本当いろんな人がいて、だから皆さんはもう議員として当選しているので、ちょっと大人の対応してほしいなっていうことです。もうそれだけなんですよ。だからなんだろう、みんなで攻めることは、そこはね、ちょっと伊藤君がちょっと厳しい状況にいて、まあ俺もどうしていいのか分からなくてね、正直分からないのよ。ただ子を守ってあげるのは俺しかおれへんなと思ってるしね。だそこはちょっとみんな そういうのでね、伊藤君だけじゃなくていろんな人がいるから、いろんな人がいるから、でその人に合った仕事をしてもらえばいいと思ってるの。そこはね、みんなでこう、あんまりこういうところで俺、まあ議論することは今回良かったと思うけど、これからも必ず出てくるから。組織になると、いろんな問題が発生する。人間と人間がいたら、もう必ず喧嘩になるから。で、それを、束ねていくのが、組織のトップでもあるし。真面目に生きてる人、嘘をつかずに生きてる人が、ちゃんと報われる。子供やったのにね、素直に言うわ、間違った時はごめんなさいと言って謝れ。やり直しができる日本にする、そんなことだけですよ。僕ら子供の時に教えてもらった学校の先生、大人たちに嘘をつくなって教えられたでしょ。迷惑をかけたらごめんなさいと謝れって。今の政治家や官僚の人たちって嘘ばっかじゃないですか。小池さんだって嘘いっぱいついてますよ。卒業証書なんて意外にポンと一発出したら終わりでしょ。自分にかけられた疑いは卒業証書の東京の小議会に出して一斉鑑定なり何でもいいんですよ。堂々とすりゃいいじゃないですか。わざわざ週刊誌に掲載させるなんて孤独なことせず、そういう古い大人を見てると
決着次第に決められます。少数派だから。でもね、僕の能力だけじゃなくて、今昔からね、応援してくれる経営者の人が見てるとね、ストレス高かったから7年前に政党を立ち上げたところの時から、その前から気づいた若者を中心に僕の選挙を助けてくれてましたよ。ありがとうございます。議会への立ち上げの選挙の時は雪の中東京大泉だったでしょ。今から7年前の手ですよ。雪の中足棒にして歩いてポスター貼ってくれる人、町田市の市議会議員の選挙にも勝てないような人さ、この先に何ができるんだろうって絶望感に見舞われましたよ。でも応援してくれる人、吉村さんが立候補をやめても一人でもポスターと言ってくれたのは大橋副党首です。あ、これやっぱりやめられへん。2年前も3年前か、もうお金がなくなって活動ができない、口座にも10万円とかしかない中でお金がなくなったから活動を止めよう、しばらく休憩しようと思ったら ATM で記帳したら50万円お金が入ってるんですよ。知らない人から足くかけましたよ。 ATM の前です。ちょっとゆっくりできると思ったら活動をやめるなって書いてました。そこに活動を止めるな、あと3年前のことです。だからこれから先も僕は戦い続けなきゃいけない。あ、こんなような会社がですね、皆さんの方にお家に回って受信料を取りに行ってるんですね。あのクルーガーって会社、本当調べてもらえば分かります。クルーガーの会社とホームページと国会議事録でクルーガーっていう会社のやったことを調べてもらえればどれだけ悪どい業者かって分かります。まあ、こんなこと言うと僕クルーガーの人から狙われるんだろうなと思いますが、もう言った方が逆に怖くないのでとことん言います。もうほとんどこんなのもうあの闇金っていうか、そういうサラリーマン、あのサラ金で金借りた人の取り立てをしてたような人たちが働いてる会社です。 NHK もそれを知った上でやってます、契約してます。そういう会社でありながら分かってながら NHK やってるってことです。それぐらいもう怖いんです。だからもうぶっ壊すしかないんですよ。こんなもう改革とか言ってられないです。ここまでっていうか、もうこれまで言うと非常に私も危険であるというのはよう分かってます。ですから私はここで何度も言うように、遺書を書きますとも言ってますが、私病院に月に1回通ってます。大鳥の吉田クリニックっていう心療内科のドクターに診てもらってます。ですからいろんな客観的な状況を見てもらって、私が自殺するような状況でないということはとにかくいろんなところに形跡を残していってますので、とにかく私が殺された時には皆さんが私が絶対に自殺じゃないんだということを声を上げてください。本当これが命がけの行動であると、本当怖いですよ。なんて言うんですかね、やっぱり僕だって生きたいし、もっと楽しいこともしたいですよ。それはね、そんなもんですわ。せやけどね、やらなあかんって気持ちは強いんですよ。楽にね、何も楽にパチンコでね、1000万以上儲かるんだったらね、パチンコしてたらやんって言われるんでしょうけど、無理なんですよ。正義感とか使命感が突き上げるんですよ、僕のこの行動をね。だから怖いですけど、怖がってても世の中変わらないんで、これからもやっていきます。ちょっと情けないですけどね、この涙流すのも情けないですけど、決して強くないですよ。よく勇気あるって言われますけど、勇気なんかないですわ。怖いです。でもやらなしゃあない。それが受信料から給料もらった僕の役目だからです。今はもらってないですけどね、19年4ヶ月国民の皆さんから受信料をもらって、僕給料もらってきましたから返させてもらいたいと思います。ちょっと
んな、なんか情けない終わり方で、本当申し訳ないんですけど、これからもよろしくお願いします。